じゃあこの音から言ってみるか。サムの自信で攻めたいんだけどな。それだと通用する相手が出るかどうかちょっと分かんないから。アクロバット来たか。まあのちょうどいいわ。なんかあらゆる様子見と行こうと思ったがちょうどいい感じだ。何それ、何そのクロスポイズン、全然食らんねえじゃん。トンボ回、あ交換か。ではこっちの空気当たってくれれば。ほんと硬いね、ガーライド君。誰マダロガス、ここでちょっと凍らせてくれれば。なんだこれ、もう最ただ痛めつけられて終わった。意外と大爆発が使ってくるかもしれない、気をつける。あこれ何分から OK だな。ジオンボルト、ジオンボルト、これ使えるの、ジオンボルト意外だな。まだ、あ、も倒せないね。またどうかですね、そこまで威力がないところらしいんですよ。状況ふぅ、次モルフォン。じゃあここあれだな、ネットなんだ。だんだんちょっと熱中してきてるな。カットカットカットでいこうと思ってるけど、ちょっと実際どうなるか分からん。このいいよ、デレー外しまくる。ああまたこれ、ちょっとマジ頼む、頼むよこれ、頼みますよ。うわもうちょっと、くそマジで、どうしようけど、ザンザゲまたこれか、何しろ。あこれやられるパターンだ。この効果今一つある、この強さ。なんだこれ、やけどで、やけどだろこれ、ビクトール。なぜならな、これがあるの、スワメ返しというこの素晴らしい技。あーもうマジかよ、このタイミングで絶対使ってくんじゃなくて、あいつ回復の薬行くといびきでげえよ。やけどだってあれだろ、やけどは強いけどさ、やけどはいいけど。は何今、あ最後使ったの、あそんなんあるんだ、知らなかった。あーもうやだ、もう眠りもな、こいつうぜえな相当。ここでこれもう無駄だ、無駄だお前からするやろ。終わった、貴様の地獄へのカウントダウンも始まってる。かっこよくない、なんかドラクエみたいなのか。お前も終わっている、観念するがいい。よし、まあそれやってきてはまあ耐えきれるでも、ビクトールだったら耐えきってからの、よしやっといった、長すぎる。ベトベトンとか使ってくんねよ、頼むから。よし、これは使った。マスミス。よし、バツ。ドクロック。あー、あれか。俺はちょっとあれだな、仲間にしたやつだ。あ、でもサム行こう。ちょっと俺がなんか、手を気になってるやつだ、確か。おー、いいね、この。悪そうだから、またそれ系かよ。もう身狩り使うねよ、クロスショップ。あ、それ分かったから。結構強いじゃない。あれ意外と。サムが硬いのか。まあ、これで勝てんの。よーし、いいぞ。誰よ。アリアドス。虫手地面聞いたっけ。まあいいや、それビクトリーでいこう。よし。これで勝つ。なんで何この戦い、ふざけんなお前、ふざけんな、何こいつ、いかにしろ、何それ、あれだよ、パンチ技使ってんの、またそれ系、どんだけだ、もう絶対、あ、これ、これで、これでさ、これできんの、くー、なんという、なんという空中戦法だ、当たんねえ、バカ野郎。空の王者はどっちか知るがいい、ふざけんな、ドラピオン、何ちょっと強そう名前が、いえーやばそう、なかなかいい戦いが強いだろ、ちょっと一回これあれだな、いえマジか、こいつがエースってわけかい、
ぞ。お、あ、やばそうだね。数の前怖いよ。残った、やばいかも。いや本当に剣の前の威力が強いな。強すぎる。これでめちゃくちゃダメージ与えられやすいから、まっすぐちゃう。もうジュアンボルトでいけるべ。よーし行くぞ。さあおしまいだ。ドーン。さらば。なんか前向きだった。よし、うっす。深いな。なんかいいね。カツラとはまた違ったタイプの、なんかかなり熱いじいさんだ。昨日いきなりだな。こいつは炎が効くのか。何、あられか。そういう特性を持ってるのか。光の壁使えばよかったかな。効かないの。吸収力これか。え、マジで。え、どういうこと。雷効かない。雷効かないってことはなんだ、草。雷タイプ地震使いがある。うわマジか。なんだこいつ、謎が多い。大爆発するわ。何これ、氷だからな。エポナいけそうじゃないか。エポナいくか。鋼ちょ、ジャンルまで迷ってるけど、まあ解放者でちょっと様子見かな。でも硬そうだけどね。お、引くぞ。お、いったいったいった。こういうの怖すぎんね。構造ロップに死に当たる。暴走らせた。ジュゴン、まあやるしかないよね。リーフストームで一発狙いでいくか。いけるかこれで。いった、強いな。任せちゃうぞ、そんなに、そんな強すぎると。あられがあるってことはあれだよな。ルビキは絶対当たるんだっけ。鬼氷、何鬼氷。これなんかあれじゃない、ミスったんじゃない。これ炎効きそうだな。あ、結構これも、これはこれでありか。これで吹雪かー、やられそうだな。エポナでなんか鋼氷とかそんなイメージあるけど、でも草効いたかな。すまんちゃん、ね、よくやった。どうよ、よーし。あ、光の壁は結構ついたんだ。光の壁あって、あの威力やばくね。あの威力だったのか。マンム、マンムって何、やばそう。でもこれ炎来そう。よし、うわでもこれ絶対体力やばいべ。相当やばそうだな。うえ、これ地震とか使えそうだな。なんかいろんな、なんかやばそう、やばげな。こんがり残ったから、ここでこのターン耐えきてくれれば。うわ来たよ、ストレッチ。やばい技来たぞ。いやマジか、やばいな。あとこいつなんか地面か岩タイプ持ってるんじゃない、もしかしたら。それを考えたら波乗りできるかもしれない。ちょっと波乗り戦法でいこう。強すぎる。よろしく。お、ナイス、ナイスすぎる、素晴らしすぎる。次誰、あと2体ぐらいいるな。トドゼルか、あ、あれか。さあ行ってみるか。相性悪いけどね、相性悪いけど
それを覆す何かを持ってるかもしれない。俺はサムから俺はそれを感じる。とどない。ロックくらい見るぜ。ちょっとそこ空気読んでくれよ。この威力だからな。ビクトールだって。ビクトールが現れるか。こっちも似たやな。ドラゴンコールでまあひたすら頑張ってみるか。じわじわ行こう。イバル、これ上がってくれればで、こうなんだべ。まあいけるでしょ。よし、やっといった。投げグリムかつげ。グリムだっけ、ああいう類のやつだな。雪目の子違う。なんじゃこれ。やるもんだな。やるだろ。よし、まあ、これで半分持ってくれればまあいけるべ。うわ来たよこれ。マジか。うん、メロメロと混乱のダブルコンボ食らっちまった。強い。これ何分やってんのこれ。レベル60いったか。修行編半端ねえな。なんだかでだいぶスッキリしてきたからな。ふっ、一人何言ってんだよ。よーし、何のポーズ。いきなり、いきなりっすか。いきなりあれだな、エース対決だな。重力って何、何それ。強くなった。何、浮遊がなくなったってこと。地面なんだ。あ、これ倒せる。まあそれやってきても倒せる。なんかビクトールがなんか地震が効くようになったのか、そういうところで。あ、バリアードいけそうじゃない。これリフレクター今かけられたからあれだな。あれが聞きにくいかもしれない。噛み砕くって考えたら、まあ波乗りでやった方が、まあ波乗りか吹くかな。早い、早すぎる。ちょっとまずいかもしれない。この威力マジで急所か。投稿先やがった。なかなかやりよる。もうでもおった。この状態でどうするかって感じ。最後のやつやってもあれだろう。まあもういけるか。まあ、これで動画で暗く集まる。暗いの、まあ1回じゃこのまま。まあ多分これやれちゃうだろ。トイ切りやがった。3残った。まさかのガーライド。お前何が起きてるんだよ。信じる心ってやつかこれ。ルーチュラー、ちょっとここで休憩しよう。さあ行くぜ。燃やす大文字に一発なぎ。これ一発でやられた。まあいけるだろ。よし、まあ、一発でやってくれ。声に合わせて踊ったのかよ。あー残った。しかもそれ、これ怖い、怖すぎなんだ。幼稚園も当たったからなんかあるんだよ。ダメージかなとか、そういうやつなんだっけ。はい、知らん。コロネの歌ってのは他のポケモンに対してどうなんだ。これまだ続いてんの。うわ、やばい。エルレイド誰。まあいいや、行こう。おか、オッケー。あーあー、なんかサーナントとかそこら辺のあれかなんか親戚みたいなもんだ。見た感じはそんな感じがするな。全然食らわねえ。すごいんちゅうやられて。うん、ハサミ行くか。定番のストレッチやばいからな。あ、スミスは耐えられるね。
よーし、オッケー、いいぞ。まあ、回避の薬使ってそうだな、これ。あ、ナイス。これで使ってこないかな。で、これで雷。ナイスじゃないの。もらった。なんかもうチームワークというか、なんかもう絶妙だな、みんな。そうなんす。マジか。そうなんす、結構強いよね。口が。あら、なんだ。ヘリがパウンド。ずっとカウントやってくれ。ミラーコート、ミラーコート来た。これやばくない？倍にして返すでしょ。うわ、やりやがって。残念、行こう。回復の薬使われたら結構きついな。これで来たらやばいな。来る。うわ、来たよ。めっちゃ言ってない？うっそ、一発？マジで？半端ねえな。ちょっとガラよろしく。一発で止めます。ざっけな、こいつ。お、波乗り。めっちゃあるじゃん。よし、これか。あとまたあなたから電話が来る。ちょっとこの方怖いよね。ちょっと怖いよね。ちょっと俺は警戒してるが、だいぶ。あー、もったいね。ギャロスか。しかもいいかけやりやった。そう、ちょっと一気に行こう。多分なんかあれだろう、剣の前とかそこら辺の技やってくれるだろう。頼むぜ。よっしゃ。あの、素早さが上がるから結構怖いな。まあ、ここでスミスがまださらに自慢ボルトは確実に行こう。よーし、げま、ま、倒せるべ。4倍だから。は、え、何それ。え、いいのか、やめた。そんななんの。まあ、いった。しびれろ、しびれろ。いやー、マジで。おお、マジかよ。しかも竜の前使ったから結構これやばいだろ。マジか。どうしようもないよね。まあ、ガーライルで確実にやっていくか。まあ、耐えきれるのはガーライルだから、まあ、ガーライルでいこうじゃん。さすがにこれは耐えきれないから。残ったか。やばいな。まあ、どうせあれ使ってくれたら回復の薬使ってくれて考えたら、こっちもあれ回復させてもいい。で、これでいく。ギャラどうする、ここまで手こずれたらな。結構やばいね。でもあの身がなくなったから、まあ、あともう一発で倒せんべ。ここでもうやるしかないよな。うわー、それってどうしよう。何やってくる？地震とかやってくるのかな？いける気がしねえ。地震か。まあ、ガーラと耐え切れると言いたいところだが、さっきの竜の前は結構やばいかもしれん。もういけんの？どうすっかな。ちょっとよろしく。避けて。皆さんはどうにかして。ナイス。ナイス。空飛ぶ。やりやがった。でもこっちは上がってないから、特攻は上がってないから負ける。なんだこの強さは。強くね？マジで？一発いける？待って、やばいな。素早さが高いから結構やばいかもしれん。うわ、やばい。やばいぞ、これは。やばい展開が待っている。マジか。やばくね？これ全滅ありえるよね。ちょっと
リーフブレードで。一発はいけるべ。一発はいける。一発いった。よし、ナイス。まあ、自信なくなれば、まあ、10回しか使えないから、まあ、最悪それ。よし、OK、いいぞ、いいぞ、いいぞ。回復の薬使ってくんじゃない？使ってこなかった？くっそ、あれが。で、ここで、もうガールしかねえよ。自信一発はいけるだろ。あ、これだ。なんてめんどくせえ野郎だ。ギハルドすればここまでやられるとは。イエーマジか。マジか。先生のよろしく。これ勝つしかない。岩なだれ。あー、岩なだれか。じゃあこっち行こう。マジか。うっそー。マジで。まだ一人目だよ。一人目でこれか。マジか。なんだろう。うわ、最悪じゃねえか。これ倒せる。これよし、やっと一人目。一人目いけいの。レベル上がりいの。こっからの逆転あれるか。あと6体ってなんだよ。6体、5体ってなんだよ。まずもこれでいこう。これでいく。はぁー、くそ。回復の薬いかない、これ。はい、来た。あ、10万ポルト全然効かないじゃん。よし、これで勝てるね。ナイス。白竜出してこい、もっと。まだ白竜。全員白竜でこい。プテラ？プテラか。ちょっと怖いけど。まあ、これも耐えられんじゃないかな。よし、いいぞ。いいぞ。いいぞ、これは。ナイス。海流とかでもいいんだよな。そうすればだってあるだろ。ほんとにきやがった。ほんとにきやがった。要するにここで違う。まあちょっと怖いけどな。ここで変な何かやらかしてこなければ。よし、ナイス、ナイス。ねえ、よし、ナイス。神秘の守り、もう一回やれ、それ。よしよし、よし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 、いいぞ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 。これで一発だ。残んの、そこ。そこ残る。そしたら回復の薬使ってくれ、そこで。やりやがったな。ちょっと微妙だな。うわ、まあドラゴンクロールで行くしかないか。まあ耐えられるべ。よしよし、これで勝つ。ドラゴンクロールで勝つ。始まってるな。リザードンか。うん、まあ何してくるかわからんな、こいつは。さっきから同じこと言ってる気がする。これちょっと舐めてとどめさすつもりで、変なちょっとヘボい技を使ってくれれば非常に助かるんだから。どういう、よそらし。これはロゴネクラだ。全然食らんねえじゃん。いける。しかもこっちの方が早い。まさかの。これで一発いけるか。一発。神。来たぞ。よし、ここまで来た。まさかの本当の勝負よ。なめんなよ。俺たちにはよ。噛んじまったじゃねえか。心の力がある。心の力。マジか。マジか。ザーミやがれ。その調子よ、頑張って。なんなんだこれ。いや、まさか勝てると思わなかった。ちょっとこれは完全予想外だった。あいつはちょっと別の、まあ、後々にするわ。その前に四天王に行かせてもらう。四天王行って、まあ、チャンピオンとあいつをちょっとまあダブルでやっていけたら、まあ、予定的だよね。
そういう感じでやろうかな。ではその時何が待っているのか。ファインダーとネクスタイン戦争チャンスイー